申し込む。辻君ブログでの言い間違いを謝罪。友達から連絡来て。15日、辻君がブログでの言い間違いについて謝罪した。辻は同日のお昼ご飯が豚しゃぶサラダだったことを報告し、最近お肉に目がない私ですとコメント。そして、あ、でもいきなりステーキをなりきりステーキって間違えてて、友達から連絡来てマジ大爆笑しました。原文ママと13日に投稿したブログで、チェーン展開する有名ステーキ店、いきなりステーキをなりきりステーキと言い間違えていたことに気づいたと綴った。この言い間違いについて、いきなりステーキの関係者の方々大変失礼いたしましたとコメント。なりきりステーキではなく、いきなりステーキへ今度行かせてくださいと綴り、いや、ブログ見てくれてる人もんの後に笑うよね、申し訳ありませんでした、原文ママと謝罪の言葉も記していた。辻は13日に投稿した記事では、最近急にステーキを食べたくなることが多いと話し、近々なりきりステーキに行くのが小さな夢ですと綴っていた。先日には同じくブログで帰宅した夫の杉浦太陽からホワイトデーの恒例だという霞草の花束に払い1本の花束をプレゼントされたと明かし、年を重ねることに嬉しさが倍増していきますと杉浦に対する感謝の気持ちを語っていた。